徳川にもはや我らを阻む力はない。あとは信長を打ち倒し、今日に武田の旗を立てるのみ。勝頼様、お気持ちはわかりますが、信長は侮れません。油断大敵でございますよ。いつもならお前の説教は耳に痛いところだが、牢は響かぬぞ。いかなお前とて、今日ばかりは心が浮き立っておるはずだ。勝頼様に心を読まれようとは、私もまだまだ精進が足りません。言ってろ。信長など父上の敵ではない。父上の手でようやく戦のない世が。申し上げます。わっ、若殿様がなんでここに。おや、お前は。正幸も隅に置けないな。何をお考えか。信玄公が回してくださった忍びですよ。どうした、報告せよ。あ、はい。徳川軍が浜松城を出てこちらに向かってきます。徳川、確かか。あ、はい、確かにこの目で。お前がそんなに驚く姿を見られるとは、そっちの方が驚きだな。は、いえ。しかし驚くのはわかる。父上ももう家康など捨ておいて進むおつもりだったというのに、徳川にまだそんな余力があったのか。お前の言う通り、油断大敵だったな。あれだけ我が軍に叩かれて余力などあるはずがない。信長と合流するならまだしも、勝ち目などないと分かっているはずだ。家康、何を考えている。戦救援来い。ここで王道を閉ざされちゃうのかね。武働きなど自慢にならぬ。真田正幸か。よくもここまで。話すことなどない。急ぐのか、その首を差し出せ。ここまではたやすい。打ち取ったり。イエス、覚悟。家臣死なせて自分は行きますか。何とでも言うがいい。わしは死んだ者のためにも太平を。気に入らん。お前たちも死んで奴の言い訳になるか。やれるものなら。元亀4年4月、武田信玄は病に倒れた。武田軍は上洛を中断、甲斐への撤退を余儀なくされる。
武田信玄の死から数ヶ月後、織田信長は浅井長政のこもる小谷城を落とした。信長の妹にして長政の妻であるお市は、長政に幼い娘を託され城を落ち延びた。お市様、こちらへ。危のうございますぞ。ささ、お早く。第四章、奈落。武田信玄死す。その知らせは戦国の世を大きく揺るがした。信玄の後を継いだ勝頼は、破竹の勢いで戦力を拡大する信長との決戦に向け、慌ただしく準備を進める。信玄が残した思いと武田家当主としての重責は、勝頼の在り方に大きな影響を及ぼす。変わりゆく友の姿を正行は複雑な思いで見つめていた。